マッゴーロ見たかったな。この人全然話してくれないんですけど。マッゴーロ見たかったな。地方の旧式マコーロは定率運用に切り替えたはずだが、村の人たち稼働中だってこと知らないよな。死んだらしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だ。マコーロは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。すごく嫌な予感がする。ここで見たことは多言無用だ。分かってるよ。天に祈るなら今のうちだ。やったな。なんだここ。ジェノバ。ジェノバって。ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。
セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが宝条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。そして宝条が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でも、セフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。んなことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。セフィロスさんならついさっき出て行ったよ。お散歩かしら。マコーロの報告もまだだ。一体どうなってる。マコーロの報告もまだだ。死んだ屋敷にこもってるらしい。
マコーロから帰ってから様子がおかしいみたいだ。魔法を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに行く。セフィロスが死んだ屋敷に入っていったんだけど、何かあったの？セフィロスさん、体調悪そうでした。大丈夫でしょうか？神羅屋敷は村で一番大きな建物で、魔鉱炉より古くからあるの。神羅カンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけど、どうする？お屋敷の中、真っ暗だぞ。寝てるのかもしれないな。倒れてたらどうすんのよ。だが、英雄セフィロスはそんな山じゃないだろう。セフィロスさんの様子、見てきてください。よろしくお願いします。セフィロスさんのよ、よろしくお願いします。屋敷の中を見て回ったけど、セフィロスの姿はなかった。地下室があったんだね。ああ、俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、
1977年7月7日ジェノバを古代首都確認。ムエギル1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代首都確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。なあクラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は、優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、母に会いに行く。待て待てって、セフィロス。あの時、俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら、村を守れたかもしれない。いや、どうかな。
おい、エミ動け、一人でも多く助けるんだ。これが英雄のやることか。
運べ。動くな。貴様なんてこと。ここから動くな。刀を捨てろ。その漆黒の宝珠をクロマテリアと呼んでいます。 Hey you! 皆さんの未来占うな。どうかな。ここにはすっごいマテリアがあるんじゃない。どひゃー。いや、お別れってわけじゃねえ。帰りの足がいるだろう。待ってくれ。ちゃんと帰ってこい。セフィロスとは逆らぬ因縁がある。私も行く。俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。かつてジェノバは愛する者、恐れる者の姿で人に近づき欺いた。クラハト、俺は騙されない。これ持ってて。このマテリアがきっと世界を救う。怒りと悲しみは増幅し、星の力となるのだ。セフィロス。